ビーチサッカー日本代表候補が8日から宜野湾市のトロピカルビーチで合宿を行っています。アジア地区予選を連覇し、9月にイタリアで行われるワールドカップの出場権を手にしたラモスジャパン。中でも6人の選手が招集された沖縄の相馬プライヤからは、最年長となる36歳川原塚が際立った存在感を見せていました。今回より、ね、重く日本というものを背負って戦うっていうことの、ね、重さを、ね、改めて感じ入れたので、本当に、ねその日本を背負って、日本の元気づけられるために、頑張れたらと思います。アジア大会後最初の合宿ということもあり、主に顔合わせを目的とした今回の沖縄合宿ですが、和やかなムードの中にも真剣勝負にこだわるのがラモス流。選手たちも体を慣らしながら9月の本戦に向け徐々にボルテージを上げている様子でした。沖縄合宿は11日まで行われます。最後まで戦えるチームが、集中力切れずに戦えるチームが日大だけです。いつも言ってるように日の丸誇りを持って戦ってほしいだけです。もう一回世界に驚かしたいという気持ちがありますけどね、はい。